Hey, what's up? サンタです。今回はですね、僕が25、6年前に書いた隣人13号という漫画がですね、実は実話であるって話をしたいと思います。はい、この話はね、去年もね、一個動画を作ったんですよ。今だから話せるあなたが知らない隣人13号の13の秘密っていうね、動画をちょうど1年ぐらい前かな、アップロードしたんですけど、今回はですね、この隣人13号っていう1994年にね、僕が書いた漫画が実は実話であるっていうね話、そこの部分にねちょっとフォーカスを当ててより詳しく話していきたいと思います。前のね動画も、結構細かく語ってるんで、気になる方はぜひ見てみてください。最後の方にね概要欄に貼っときますんで。で、隣人13号はね、どういった話かっていうとですね、映画にもね、小栗旬さんと中村獅童さんのダブル主演でなっているし、これからね、さらにまたハリウッドで映画化されるなんて話もね、今進行中っちゃ進行中なんでね、いろんなね展開がありえるんですけども、どういった話かっていうとですね、十蔵っていう男の子がいて、この男の子が今は大人なんですけど、小学校の頃にひどいいじめを受けて、で赤井っていうね、男にね小学校時代受けたいじめがねトラウマになって、もう一個の人格、13号っていうのは自分の体内の中に生まれていて、そして、怒りがピークになると、その隣人13号っていうね、もう一個のねこうキャラクターっていうかね、一つの人格がですね、十蔵の中から出てきて、ものすごく凶暴になるっていうか、暴力的になるっていう漫画なんですね。そして大人になってすっかり自分がいじめたってことを忘れている赤井の働いている会社にですね、十蔵がやってきて復讐を始めるって話なんですね。そして同時に赤井がね、幸せな家族をね、自分の奥さんと築いて、子供も結城くんっていうのが生まれていて、そういったあったかい家族がいて、アパートに住み始めるんですよね。そのアパートの1階下ですよね、赤井家が2階に住んでいて、で下に隣人13号である紫十三がですね、実は復讐を計画して引っ越してくるっていうね、怖い話なんですよね。で、今回ねお話ししたいのは、どこの部分がね実話かっていうとですね、僕自身がですね、そういったアパートにですね、この作品を書く着想を得るね時、まあ20代の中頃かなに住んでいたんですね。僕は18歳の時に、ね、初めて家を出たんですよ。初めての、まあ、親元を出て一人暮らしをしたのがですね、神奈川県の小田急相模原っていうね駅でね、風呂なしのアパートでね一人暮らしを始めたんですよ。で、ほどなくしてね、何があったんだっけな、なんか近場の隣の駅ぐらいの東林間っていう駅にですね、もうちょっといい物件が出てきてですね、今度はお風呂があるねアパートに移ったんですよね。で、その時に、僕のいとこでね漫画家の松本太陽くんがね非常に近所に住んでたんですよ。これまあほぼほぼ偶然みたいなもんなんですけど、で昔はね携帯のない時代だったんで、まあ、これ何度かねこの YouTube チャンネルで喋った話かもしれないんですけど、その当時土曜日の8時ってね、ひょうきん族っていうのも本当毎週見ていたんで、僕はね東陽町に一人暮らしをする前はね親元で住んでいたんだけども、ある日ね土曜日の7時30分ぐらいかな、家帰ってきたら自分のマンションの真ん前にね太陽が一人で待ってたんですよね。でね、手にね当時ねデビューしたばっかりのねウィットニー・ヒューストンのね、日本だとそよ風の贈り物っていうデビューアルバムかな、思っていてね、でちょっとねそのバイナルっていうかアナログをねダビングしてほしい、カセットに入れてほしいっていうのがね太陽の頼みだったんですけどね、それで僕んち泊まってったんじゃないかな。で、なんでわかったのって、俺がその金曜日の8時前に帰ってくるのっつったら、まあその日ひょうきん族があるんでねまあその時間までに帰ってくるんじゃないかって、まあ、そういった時代だったんですよ。で、東林間に引っ越した時に、あのねどこだったっけな、違うわ、小田急相模原と太陽が住んでたの東林間の方かな、の間にねなんかね相模原のゴルフカントリーコースみたいなね、なんかそのゴルフのコースがあって、そこの脇をねずっとこうフェンスがあったんですよね。で、そこをねなんか俺用事があってね歩いていたらね、
向こうからね、サムエを着たね、太陽が歩いてきたんですよね。で、びっくりしちゃって、要するに、示し合わせてっていうかね、連絡を取ってじゃないんですけど、まあそういったことがあったんですよね。それでもばったり会うと、まあ一緒に遊んで、レンタルビデオを借りて、どっちかの家に行って、一晩中、なんかこう、コンビニで買ったご飯とかで過ごしてね、遊んでたりとかしたんですよね。で、なんかほどなくしてね、太陽はね、湘南の方に引っ越していっちゃったんですよね。で、僕だけが、その、東林間のアパートに残ってたんですよね。前の動画でもちょっと話したんですけど、ある冬のね、寒い日に、なんか僕の2階、僕は2階だったんですが、アパートのね、なんかコンコーンって、なんか窓を叩く音がするなと思ってね。で、これもちろん、ロミオとジュリエットみたいなね、ロマンチックな出来事だったらいいんですけど、ちょっと怖いなと思って、恐る恐るカーテン開けたら、もう夜中、もう12時近くになってる時に、冬の寒い日にですね、ほんとね、何歳ぐらい、40歳ぐらいのおじさんが石投げてるんですよ、小石を俺の窓に向かって。で、それが僕のアパートの真下ではないんですよ。斜め下に住んでいるおじさんがね、なんかね、もう老婆になってる自分のお母さんとですね、なんかこう、二人で住んでいたんですよね。で、ある日、とうとう、うちのそのガラス窓がね、その人の投げる石で壊れちゃったんですよね。で、怖くなっちゃってね、避難してたんですけど、友達ん家に何日か。どういうことかっていうと、そのおじさん、僕の住んでる部屋の隣のおじさん、また おじさんがいたんですけど、だから、安い家賃のね、アパートでね、非常に、なんていうのかな、人間層がですね、なんとなくよろしくない感じの、ムードも漂ってたんですよね。で、どうやら僕の隣のおじさんと下のその40代元体育教師の間に金銭のトラブルがあったみたいなんですよ。で、なんか金返せとかどうのこうので石を投げていたんですよね。ところが、ちょっとそのおじさん、なんとなくあんまり、ここがよろしくないのか、間違えちゃってんの、部屋を一つで、僕の部屋を攻撃し始めたんですよね。で、僕何日間か友達の家に避難していて、久々にね、自分のアパートもそろそろこう、もうほとぼりが冷めたかなと思って戻ってみたら、アルミっていうのかな、鉄製の扉がべっこべこに破壊されていて、もう上の方とかこうベコってなっていて、もう部屋の中見えちゃってるんですよ。で、これも多分金属バットかなんかでもう異様に叩いて、もう要するにその恨みの強さの跡がですね、その扉にベコベコ現れていて、非常に怖かったんですよね。で、警察を呼んで、どうにかしてくれって言ったら、まあ、警察は民事不介入だって言ったんですよね。で、民事不介入っていうのはどういうことかっていうとですね、まあ、例えば恋人同士がなんかこう、痴話喧嘩をしてるとかね、そういったことにはいちいち警察は介入できないんだって言うんですけども、殺人事件とか、まあ、その、なんていうか恋愛のもつれのその、ストーカーとか、そういうのが、結局、原因になっていって、殺人事件であったり、殺傷事件というのが起きていくわけですから、まあ、不介入つったって、結局自分でまあ、要するに、まあ、警察にしてみても、その、限度っていうのは何でもかんでも入っていって、なんていうんですか、市民の揉め事に口を出していっても、キリがないというところもあるんでしょうけど、ただやっぱりですね、もう器物破損というか、扉がベコベコに壊れているんで、やっぱり何とかしてほしかったんですよ。で、自分とこのね、その大家さんっていうか、もう不動産屋さんも呼んで、どうにかしてくれっつって言って、まあ市にも掛け合ってもらったんですけど、すべてはね、そのおじさんにも人権があるっていうんですよね。で、そのおじさんが自分で、精神病院なり何なり病院に自分で行けば、我々はその後を処置するけどっていうんだけど、引っ張ってはいけないっていうんですよね。で、僕前の動画でも言いましたけど、本当に頭のおかしい人がね、自分から精神病院に行くんであれば、これはもう精神病んでないですよ。そうじゃないからこそ、助けをこうやって求めてるわけであって、そこはね、ものすごく矛盾を感じたんですね。で、その矛盾を警察にぶつけたら、町に1000人人が住んでいたら、
1% 一人はそういう人がいますよって言うんですよね。でどうしたらいいんですかって僕が聞いたら、それはね引っ越すしかないですよって言うんですよね。でその時の恐怖っていうのは結局もう高度にね、この文明社会っていうのが発達していて、司法っていうかね、まあそのいろんなもので市民っていうのを守られているのかと思ったらですね、結局はこういった非常に原始的なね金属バットによってある日下からやってきた人に殺されるかもしれない、しかも誤解によってっていうね、そんなことがあり得るわけなんですよね。結局ね、どうしたらいいんですかって警察に言ったら、それ引っ越すしかないよって言われたんですよね。それがベターな案だって言うんですよ。で結局僕はね、太陽たちがね先に行ってた江ノ島に引っ越してね、それはそれでまた楽しくなっていったんだけど、そっから何年かはですね、下でねなんかこう物音をビュッとするとビグンってしたんですよね。でそれぐらいその体に染みついた恐怖心っていうのは抜けなかったんでね、それをもとにねなんかね書いてみようと思ったのがその隣人13号なんですよね。怖かったな。隣人13号が映画化されて日活で、でその後、まあ、DVD が出た時にその DVD の特典として、じゃあその原点であるねそのアパートを訪ねていこうという企画があってね、確かね当時僕ねエスカレードって車に乗ってたんですけど、その車に乗ってね、プロデューサーと一緒にね、訪ねていくっていう企画をやってますね。あだからその DVD 見ればその話が出てるんじゃないかな。なんかね結局10年以上は経ってたかな、久方ぶりにそのマンション行ったけどまだあったんですよね。だからねそれはね結構怖かったなと思って、なんかこう親元も離れてね自分一人でこれからサバイブしていかなきゃいけないっていう気持ちもあったし、結構ねその隣人の中でも描いたんですけど、昭和ってことあるかな、あれはもう平成になってたからあの昔の新聞勧誘員って怖かったんですよね。今どうかわかんないですけど、なんか変な輩を雇っていて、それで僕なんかもこうトントンってこうアパートをねノックドアをノックする音がするんで、開けてみると怖い人が立っていて、新聞取ってくださいって言うんで、ちょっといらないですって言ってバンって閉めようと思うと足挟んだりとかしてね、でもう一回開けるとボンって当たったって言ってこうちょっとイチャモンつけてくるんですよ。おお痛いとかつって言って、それでなんか読売巨人軍のねチケットつけるとか、なんかこう石鹸を洗剤をプレゼントするから新聞取ってくれなんつって言って、だから昔はなんかあのインテ新聞っていうのはインテリが作ってヤクザが売るみたいなね、そんな言葉もありましたよね。なんかねやっぱり親元を離れてさっきも言ったように一人でね生きていくっていうかサバイブしていくっていうのはなんか結構怖いなと思った、そういったね原体験がこの隣人13号っていう漫画の中に入ってるんですよね。で今もね、今はアメリカに来て3年目になるんですけど、アメリカも拳銃があるしね、誰が悪い人かとかも日本みたいにいまいちね分かんないんでね、そこはそこで怖いんですよね。だからあのアメリカのまた最古な人たちを描いた、例えばあの8ミリって映画がね、8ミリだったっけな、あのニコラス・ケイジ主演の映画とかね、アメリカのなんか要するに最古な人っていうのはまた根が深いんでね、こう地下室になんかこう怖い感じで、なんか誰かを軟禁、まあ、軟禁じゃないですよ、監禁していたりとかですね、そういった映画って何本かあるんでね、やっぱりね見る映画として見る分にはいいですけどね、本当にね当事者になったらたまったもんじゃないですよね。だからね今年、まあ、今2020年なんですけどね、再びねこの隣人13号というキャラクターなんか非常にね何年経ってもね一番好きですって言われることも多いんで、ちょっとね、もう一回描いてみようかなと思ってるんですよね、実は隣人13号の世界を。でそれがまあ昔の描いた隣人13号のそのままの続編にはならないかもしれないけども、どうやら
この13号というキャラクターがなんかどこかの町に帰ってきたみたいなね、そういった設定の漫画でね、今ね、書いてるワルっていうのが終わったらですね、とりあえずね1冊分の漫画をね今書こうと思っていてですね、それがね要するに隣人13号の、僕が持っていた驚々しいっていうかね、ブラッディーなね、非常に、怖いイメージの作品をね、一本ね未だに書けるかっていうのは僕のテーマなんですよね。というのは、隣人13号を書いた時は僕は家族がいなかったわけなんですよね。一人身で一人もんで、もちろん自分の親はいましたけども、自分自身が、家族を持つっていう立場ではなかったんで、今になってね ああいった漫画が書けるかどうかっていうのは、僕自身がね自分に課すであろうチャレンジっていうかね、そういった感じもするんで、ぜひご期待ください。じゃあ、このチャンネルがね、面白かったらチャンネル登録よかったらしてください。それから、いいね評価もねしてくれると嬉しいな。じゃあまた次回です。バイビー。 ABC やー。